皆さんこんにちは。ひかりチャンネルののぞみ先生です。今日のテーマは猟友会とは、猟友会のメリットデメリットについてお伝えしていきます。私今、猟期1年目修了したんですけれども、猟を始める前に猟友会ってなんだろう、入んなきゃいけないものなのかな、どういったメリットデメリットがあるのかなっていうのを個人的に調べたんですね。やっぱり最初はお金がないので、できるのであれば入りたくないかなっていう思いもありながらもいろいろ調べたんですけれども、猟友会に実際入ってみて、経験してメリット良かったなと思ったところや、ここはなと思ったところをお伝えしていきます。それではどうぞ。まずはですね、私も最初は思ったんですけれども、猟友会ってそもそも何なのかっていう話なんですけれども、簡単に言うと、狩猟者のための団体です。いろいろなバックアップをしてくれる団体で、これは任意です。強制加入ではなくて任意で、入りたい方はどうすれば入れるのっていう質問ちょっと受けたことがあるんですけれども、漁師になるための手続きを踏んでいれば向こうからお誘いが来ます。で、結論から先に言っちゃうと、これから狩猟を始める人は入った方がいいものです。絶対入った方がいいです。これから狩猟を始める人、そして狩猟を生りわいとして生きていきたい人は入った方がいいです。なんでそういう結論に至ったのかはこの後に説明していきますね。猟友会ですね、たくさんのメリットがあるんですけれども、まずはデメリットからお伝えしていきます。私の中でデメリットはただ一つ、お金がかかります。しょうがないですね。でもいろいろね、恩恵を受けるからね。猟友会費は毎年かかるものです。まずはご自身のお住まいの地域の支部の会費、そして県の会費、県の猟友会費、そして一番大元の大日本猟友会費、この3つを払います。で、さらに初年度というか、狩猟者登録、私の場合はその狩猟者登録と、ハンター保険、そして各会費合わせて最初の持ち出しは27,100円でした。ちょっと高いですね。で、会費だけで言うと、そうですね、お住まいの地域によっても変わってくるみたいなんですけれども、毎年1万円から1万5000円かかってくるらしいです。じゃあ会費を払うことによってどんな恩恵を得られるのか、メリットですねをお伝えしていきます。まずは1つ目、書類の代行をしてくれます。面倒な手続きね、例えばね、狩猟者登録とか取った、獲物の報告書とかを猟友会の支部の方が代行してくれる。特に始めたばかりの人とかって、こういったの手続きっていうのはすごく大変だと思うんですけれども、これも印鑑持っていくだけでいいので、すごくスムーズに手続きができると思います。そして2つ目は、ハンター保険に加入できることです。で、ちなみにハンター保険は、例えば銃の方、人を撃っちゃったとかね、いろいろな事故がつきものだと思うんですけれども、ハンター保険に入ることによってある程度保証してもらえるというものなんですけど、個人では入りづらい、入れないとは言わないけれども、なかなか個人で入るのは難しい保険ですね。お金がやっぱりすごくかかる。猟友会に入ると一括で申し込み、そして
ハンター保険に加入することができるので、これがすごく安心かなと思ってます。自分の怪我ならまだしも、人様をね傷つけてしまった場合はやっぱりすごく大事ですよね、こういったお金の保証っていうのは。そして3つ目の恩恵メリットですが、駆除隊に入れるというところです。駆除隊というのは猟奇期間外にも狩猟ができる隊員のことで、猟友会に入って経験を積むとその駆除隊に入れるようになるらしいです。私みたいなねペーペーの新米にはそういった声はかからないんですけれども、先ほど寮で生業として生きていきたい人がその猟友会に入った方がいい理由がこの駆除隊なんですね。生業としてやっていきたいのに猟期間外になったら猟ってできないんですよ。やっぱりその生業として生きていきたいのであれば年間を通して取らないと厳しいのかなって思っています。あとはですね、その信頼じゃないですけれども、何も後ろ盾がない方にじゃあ取ってほしい、お肉売ってほしいってなった時に、何も後ろ盾がないところよりもある程度公益の団体に属していて信頼関係がある人、安心できる人にお仕事なり何なり頼むと思うんですね。どうしてもどのお仕事でもそうですが、やはり信頼関係は大事ですよね。そういったものの保証っていうところもあると思います。そして4つ目なんですが、私ねものすごくこれ助かったことなんですけれども、コミュニティ、例えばもうすでに先人先輩、その地域の先輩そして師匠を見つけることができやすいです。実際やってみて思ったんですけど、じゃあ免許取りました、罠かけよう、取りに行こうってなった時に、インターネットや本だけの知識ではまず取れないなって思いました。私たちは両親、先輩や師匠にすごく恵まれて、こう教えてもらうことができる環境なので、これってやっぱつながりがないとそういった先輩とか師匠を見つけるっていうのは大変難しいことだと思うんですね。地域によってやっぱりローカルルールとかあったり、ここは取れる取れない、運が良ければ引退する方が使っていたポイントをそのままいただけたりもします。人付き合いが苦手な方もね正直いるかとは思うんですけれども、そういった現場感、現場でしかわからないことっていうのはやっぱりその先輩たちしかわからないものなので、それを教えてもらう、情報をもらうにはとてもいい環境だと思います。そして5つ目なんですけれども、私は罠の免許なので、ちょっとこのここから2つ目そして5つ目です。私は罠の免許なので5つ目はあまり関係ないんですけれども、その支部や県によっては漁業界の人が出れる大会などもあるらしいです。銃の方とかはねやっぱり自分の腕前とかで見せれる、見せ場じゃないですけど励みになったりとか、意欲が湧いたりとか、コミュニケーションが取れたりとか、すごくいい場所だと思います。大会に出れる。そして6つ目なんですけれども、これもちょっと私は罠なので関係ないんですけれども、火薬類許可譲り受け制度という制度がありまして、容器内であれば銃弾を警察の許可なく買うことができます。これってすごくメリットだと思うんですよね。やっぱりそのね、猟期外銃弾買うときに、警察通したりとかね、手続きってすごくめんどくさいと思うんですけれども、そういったものがなくなる、スムーズですね。そして最後の
メリットなんですけど、私がいつも使っている、まあ、オレンジ色のこの帽子とベストは、猟友会からいただけます。なんかすごい汚れてる。なんかすごい汚れてるんですけれども。やっぱりなんか私の中で、狩猟といえばオレンジベスト、オレンジ帽ですね。なんか象徴みたいなイメージ。いかがでしたでしょうか。猟友会に入った方、入ってない方、それぞれいらっしゃると思います。これはもうね、ご自身の好きな道を選べばいいと私は思っています。別に入ってない方に、なんかこう、わーっていうこともないですし、ね。大事なのは、やっぱり皆さん、それぞれ無事故無違反で健康に安全に猟ができることだと思います。これからもね、頑張ってやっていきましょう。ということで、これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではまたお会いできる日を楽しみに。さようなら。